こんにちは。東京経済大学現代法学部の教授で、弁護士の野村剛と申します。さて、この度、子供いじめ防止学会を立ち上げることになりました。その代表を務めさせていただいております。私は行政法、教育法、そして子供法の研究者として、特に子供の問題については、 日本で子どもの権利条約が批准される少し前くらいから取り組んできたように思いますまあ、現在いじめ重大事態の第三者委員会に関わることも多いんですけれども私が初めてまあ、この第三者委員会に関わったのは平成22年、2010年のことですいじめ防止対策推進法ができる少し前のことですまあ、中学生のいじめ自殺の事件でした その後、大津のいじめ自殺事件が起こって、これを機に平成25年、2013年にいじめ防止対策推進法ができますが、その直前、そして直後に依頼を受けて、以来途切れることなく、このいじめ、重大事態の第三者委員会としても、このいじめの問題に関わってきていることになります。そして、現在も5つの事件に並行して関わっています。 さて考えてみれば、私がちょうど大学院生の頃だったと思います。東京の中野富士見中学校でいじめ自殺事件が起こりました。当時非常に多く大きく報道された事件ですけれども、これを機に文部省、これを引き継ぐ形で文部科学省がいじめ防止対策を進めてきています。しかし、 いじめの数は増える一方というのが、まあ、統計的な資料ですけれども、まあ、実感としても、増え続けているし、また非常に深刻になっているというのが、まあ、今の、まあ、現状ではないでしょうか。いじめによって苦しみ、命を絶ち、そして、心が壊れてしまっている、そんな子供を目にします。さて、いじめはどこにでも起こり得る問題であるというふうに言われます。 しかし、この問題は実はとても難しい問題で、例えば、それがどうしてどこにでも起こり得る問題なのか、それはどのような問題として起こっているのか、子供にどのような影響を与えるのか、あるいは与え続けるのか、また、これを発見するための取り組みはどのようにすればよいのか、あるいは解決するための取り組み、 起こらないようにするための取り組みまた傷ついてしまった子どもあるいはこれに加担してしまった子どものケアをどうするのかあるいは回復をどうするのかといった問題などまだまだ多くの解決できてない問題がたくさんありますいじめの問題は、まあ、いろいろな専門家あるいは学会でもそれぞれに取り組んでいますけれども、まあ、実は 学際的にいじめの問題に一つのプラットフォームとして取り組む学会。これは今まで実はありませんでした。いじめ重大事態の第三者委員会に関わって思うことは、いじめの問題はものすごく難しい問題で、自分の専門性に限界を感じることもあります。そして、他の専門との共同を本当に必要とする。 そんな実感を持って臨むということがしばしばです。このことさえなければ、つまりいじめさえなければ、この子は将来どんなふうになっていただろうか、あるいはどんな将来が待っていたんだろうかなどと考えることもありますが、本当に悲しくなります。子供がいじめによって苦しみ、命を絶ち、 心が壊れてしまう。そんなことはあってはいけません。そのために、それぞれの専門家、専門職が共同で知恵を出し合う場、これを作りたいと考えました。子供をいじめ防止学会、作ります。ぜひご支援いただければと思います。